お邪魔します。ミキの家初めて来た。広いね。家賃高そう。しかも駅近だし。それがね、めっちゃお得だったの。家賃15,000円。は？え、普通にヤバくない？ヤバいよね。ラッキーだよね。それヤバいよ。絶対ワケありじゃん。ワケあり？あうあい、どんなボケや。ワケあり。なんか寒気してきたしって。うわー、見てよ。ほら見て。言わんこっちゃない。お札があるじゃん。まあこれ、前の人がつけてたっぽいんだけど、おしゃれさんだよね。お前バカじゃん。うわこっち側だけもみじ柄なんだよね。おしゃれだよね。ちょっと私帰るわ。え、なんで？うん、遊ぼう。配信だ、やばい。あ、今日も遊びに来てたの？なんかこの子いつも遊びに来てくれるんだよね。いやもうこの家も怖えけど、おめえも怖えよ。照れる。死ねよ。ママ、ママ。ママだったんだ。いや、ちげえよ。ママ、ママ、これ。ママ、そっくり。どこがだよ。あ、ほんとだ。目もついてるし、鼻もついてるし、口もついてるじゃん。いや、おめえもだろ。私、ママ。おめえ、バカかよ。はぁ、めっちゃ疲れてるじゃん。どうした？昨日ミキの家に行ったんです。そしたら事故物件で、しかも幽霊いたんです。怖すぎて怖すぎて。ミキさん誰？山田ミキですよ。ここの店のアルバイトの。結構私とシフト被るんですけど。山田ミキ、そんな人いたっけ？店長、山田ミキさんってここでアルバイトしてますっけ？山田ミキ、いや聞いたことないけど。あ、すいません、今からお祓い行ってきます。